北海道中央バス、札幌北営業所。北海道中央バス、札幌北営業所は、北海道中央バス、中央バスが、北海道札幌市東区北49条東に長目1番1号に設置する、札幌事業部に属する営業所である。最寄り停留所は、北営業所及び、北49条東3丁目。事務所内に乗車券発売窓口を設置する。 1943年、昭和18年3月1日の北海道における旅客自動車運輸事業統合要項、いわゆる戦時統合による北海道中央乗り合い自動車発足時に札幌営業所が設置された。1963年、昭和38年6月21日に廃止、分割となり、北海道札幌市東区北21条東1丁目に、 札幌第二営業所が設置された。1964年、昭和39年11月1日に北営業所。1965年、昭和40年10月21日に札幌北営業所へ解消。1966年、昭和41年7月8日に現在地へ移転となった。担当路線は、都市間高速バスが中心。下記のほか。 た営業所が主担当の路線を運行する場合や下記路線をた営業所が運行する場合がある。二千十八年平成三十年四月一日現在、札幌市交通局札幌市営地下鉄との連絡によ、乗り継ぎ割引は太と停留所駅が指定停留所駅となる札幌北営業所担当路線はバス乗車方向関わらず全区間で適用され。 札幌都心での乗り継ぎにも適用される。乗り継ぎ割引に関する概要は、北海道中央バス運賃形態、札幌市営地下鉄乗り継ぎ割引を参照。2018年、平成30年6月21日現在、札幌発は、札幌駅前ターミナル始発、札幌ターミナル経由、札幌行は、時計大前経由、 札幌駅前ターミナル業となるが、一部、札幌ターミナル始発や、札幌駅前ターミナルに入らず路上の、札幌駅前に車するなど異なる便がある。詳細は公式サイトを参照。路線名は、札幌、富良野線。札幌と赤平、足別、富良野を結ぶ、都市間バスとして1984年9月1日に、高速朝日川、 王とともに新設された富良野では、日の出町のホテル、清水に待合室を設置して乗降を取り扱った。当初は足別から富良野への送り込み。1。往復と富良野札幌間の位往復のみだったが、段階的に運行回数を増やし、現在に至る。札幌足別間は岩見沢ターミナルを経由する。特急札足線を運行していたが、2005年に。 全便廃止された。また、足別フラノ間は普通便、フラノ線を運行していたが、滝里ダムの建設により、滝里地区の集落が水没することから廃止された。なお、両路線が停車していた東滝川、もじり、平木市、京水町、四番通、野花南、島の下駅前は、段階的に高速フラノ号が停車を拡大しており、一部区間は、生活路線として、 降ともに扱う。フラノ東京連絡切符、フラノストーリー、フラノと東京高速バスとフェリーで結ぶフラノ札幌連絡切符、バスフェリー距利要弁が限定されている。1989年平成元年12月22日から1990年平成2年1月10日までの臨時運行を経て、 同年3月9日より、通年運行となった。当初は予約制、自由席で運行され、1995年、平成7年12月1日より、予約不要となっていたが、2006年、平成18年9月1日より再度予約制、全席指定となっている。途中運行 PA で、休憩時間を設定する。1990年、 平成2年12月1日から1991年、平成3年11月30日までは、旭川市内中心部を経由し、札幌旭川間や、旭川市別なよろ間の利用も可能であった。その後は、札幌市内、同自動車道場、市別、なよろの停車であったが、1997年、平成9年6月1日より、バッサム2004年、 平成16年12月1日より、風連、2007年、平成19年4月1日より、道の駅県部に停車開始した。開設当初から4を往復の運行であるが、2001年、平成13年7月20日より土日宿に、限り1往復増改。2013年、平成25年4月1日より、名寄ロ川の奇襲店が、東北バス名寄営業所に延長される。 1990年、平成2年9月22日に楼北バスと北見バスの2社共同運行で、旭川縁ルの特急北大雪号4往復を開設。1995年、平成7年7月21日に、高速旭川号の旭川行2本、札幌行3本、特急北大雪号の縁ル行2本、旭川行3本を振り返る形で高速縁ル 号を新設し産社共同運行となった。2012年、平成24年4月1日現在、高速円ン号は、札幌行3本、直行2本、旭川経由1本、円ン行2本、直行、特急北大雪号は、旭川行1本、円ン行2本の運行となっている。同日より、高速円ン号は予約制、 全席指定となったが、特急北大雪号を含む縁がある旭川間、旭川札幌間のみの利用は予約不要。2001年、平成13年5月26日より、期間限定で、上雄別町、現、雄別町まで延長した上で高速縁がある、豪直交便に往復を試験運行。2007年、平成19年4月1日より、 特急北大雪号の一往復を高速円ある号直行便として運行されていたが2012年平成24年4月1日より優別町乗り入れは廃止されている原則予約制で直行便を含む旭川をまたぐ乗車は2006年平成18年12月より座席指定となっている旭川門別館のみの乗車は自由席 札幌旭川間のみの乗車は高速旭川号に順じて予約用となる。直行便はピップ大雪 PA で旭川経由便と特急オホーツク号は上川駅前で休憩時間を設定する。1984年昭和59年6月27日に道北バスが特急オホーツク号を4往復新設し、渚勝経由で運行。 翌年には1往復増を回し、1989年、平成元年より、北門バスが加わり6往復となり、南が丘3丁目、北海道道713号経由を新設した。1996年、平成8年より、高速朝日川、号と特急を宝つくご各4往復を振り替え、高速流氷も分別号を新設。 高速流氷も、運別号は、なぎさ経由で4往復、特急おほうつく号は、南が丘三丁目経由で3往復とし4車、共同運行となった。2001年、平成13年より、高速流氷も、運別号を直行便に順次切り替え、現在は、直行便3往復と旭川経由便1往復で、運行。2006年、平成18年度より2月の、 流氷観光期限定で直行便が二往復増回され、直行便限定で愛別東町上川ポンモシリ停留所が設置されたが、旭川門別自動車道の延伸により順次廃止され、現在は浮島 IC までを利用し、のっぽろから滝の上町の滝西まで停留所は設定されてない。旭川経由便は門別市内がなぎさ経由となる以外は、 高速旭川、号と特急を宝筑後に順ずる。両方向ともに乗降可能で、全便が停車していた、浮島トンネル記念公園停留所は2006年、平成18年12月1日に廃止されている。2005年、平成17年度の乗車実績は49,647人。中央バスは高速流氷も、別号の門別行旭川経由便1本と、 文別発直行日に一本を担当する。愛称名は、ドリーム、ミント、北見の名産、オホーツク海、アバシリの海を由来とする。1991年、平成3年5月30日に、夜行便を含む4往復で、運行開始。安価もさることながら一人掛け独立シートの採用や、北見までは、特急、オホーツクとの所要時間差があまりないことから平日でも、 増車する好調な滑り出しを見せ、翌1992年、平成4年4月25日から7往復、うち、北見始発札幌業1本に増やされた。当初は、JR 北海道や航空便を運行する、日本エアシステムは、乗客転移の影響を受けたが、近年では安価なバス、時間に正確な JR、早い航空便と、客層や目的によって、住み分けがなされている。 繁忙期臨時便の運行を経て、1999年、平成11年7月16日より十往復、うち、札幌北見1往復運行する。途中停留所は、北見バスターミナルのみ、校舎専用は、網走行の網走駅前、札幌行の時計台前、北二条西三丁目であったが、1997年、平成9年4月1日より、ビホロ、 北見バス、美ホ営業所前、2004年、平成16年4月1日より、目満別西通り、同年10月3日より、菊水元町7条、札幌市白石区。札幌行公車専用、2009年、平成21年4月1日より西7号線、北見市。北見、網走行公車専用を新設。美ホ停留所は1998年。 平成10年12月1日より、美幌駅前ターミナルに移設された。北見、網走行は、路線開設以来札幌ターミナル始発で、札幌駅前ターミナルは、札幌行の終点として校舎のみ扱っていたが、2016年、平成28年4月1日より、中高便のみ、乗車扱いを開始した。開設当初から国道39号。 赤北峠経由で運行され、高速道路、自動車専用道路は、同自動車道札幌 IC 朝日川門別、自動車道上川総運橋 IC 間を利用する。朝日川門別自動車道のオホーツク間内側は、順次延伸しているが、記事が出た当時は、マルセップ IC、経路変更は、走行距離の面などから2011年時点では、計画されていない。 中高便は、上川町の陸満観光センターで、休憩時間を設定していたが、陸満観光センター都合により2012年、平成24年12月1日から変更となり、通年2人乗務便の8往復は、同自動車道のピップオ雪ユキ P となった。1人乗務便の1往復は、同日より、ピップオ雪ユキ PA、網走業、陸満観光センター。 札幌行と北見バスターミナルの2カ所となっていたが、2013年、平成25年度より、柿ダイヤ期間は、道北場総運橋ターミナル、総運橋観光ビル1カ所、陶器ダイヤ期間は2人乗務で、多便と同じ所要時間、ピップ大雪 PA で休憩となる。利用客は初年度の、約7万9000人から1997年、平成9年度には、 約17万3000人に増加。1998年、平成10年度からの8年間は15万から16万人台で推移していたが、2006年、平成18年度は、約18万8000人と2万人以上増加し、2007年、平成19年度から3年間は19万人台で推移。2010年、 平成22年旅は183,483人であった。特に夜行便の需要が増加しており、JR 北海道の夜行特急列車が季節運行化された2006年、平成18年及び完全廃止された2008年、平成20年と増加時期が符号することから、JR から乗客転移があったものと分析されている。中央バスが2006年、 平成18年9月1日から高速シレトコ号の試験運行を行い、シャリバスではシャリ側の停留所提供や予約発見を行った。2007年平成19年4月20日よりイーグルライナーとして定期化されシャリバスが運行に参入。中央バスは始発地を2014年平成26年5月6日に出発する便を持って運行を終了。 札幌地区の予約業務などは、中央バスが引き続き行う。定期運行開始時に、東もこと、小清水町、清里町新栄、へウトロ温泉地区ホテルの各停留所を新設。同年12月1日より経路を、国道39号、関北峠経由から、旭川門別自動車道、北見峠経由に変更。2009年、 平成21年10月1日には、サロマ町からの要望により、サロマ町、若狭停留所、中高便のみ、を新設した。この他ウトロ業のウトロ地区、札幌業の札幌市内には校舎専用停留所が、設置される。中高便は、道の駅白滝、白滝 PA 東もこと停留所、セブンイレブン東もこと店と似て、休憩時間を設ける。 他路線と組み合わせた割引乗車券が設定されており、高速マが小イ号、商船三井フェリー、ミ戸号を組み合わせた東京、札幌連絡切符、パシフィックストーリート、セットで購入すると、ウトロ地区での乗降に限り運賃が割引となる。このほか、ウトロ定期観光バス、または、スターライト、釧路号、アカンバス釧路路線、ラウスウトロ線とを組み合わせた。 ぐるっと道東バスセット券、新千歳空港連絡バスとを組み合わせたセット券が設定される。9、月寒ム営業所路線。共通乗車制度により、道南バスの高速ハスカップ号と相互に乗車券が使用できる。後日の高速室蘭号の運行開始とともに、当時の国鉄が往復割引乗車券として S キップを設定した結果、 国鉄を利用した場合の札幌と室蘭の往復運賃が4000円当時となり札幌と苫小牧を特急で往復した場合の合計運賃が4180円当時より安くなるという逆転現象が発生したこのことに気づいた沿線住民は1984年に中央バスと道南バスに対して札幌と苫小牧を結ぶ高速バスの運行を陳上した 国道36号を経由していた特急、札東線、札幌地と瀬戸間古米別温泉、後の高速上別号の高速直行便化を行うことで、1985年より運行を開始した。本路線開設後、国鉄は札幌と戸間牧の間にも S キップを設定した。札幌戸間牧間をほぼノンストップで結んだか、 トマコマイフェディターミナルへの延長便も運行している。近年は、トマコマイ東部地区の宅地造成化に伴い、停車停留所を増設し、競合する道南バスの高速ハスカップごとも、乗車券を共用する共通乗車化で、利便性を図っている。2010年12月1日、三井アウトレットパーク経由便を一往復新設。9、月サム営業所路線。 共通乗車制度により、道南バスの高速白鳥号、高速室蘭サッカー号と相互に乗車券が使用できる。札幌市と上り別市、室蘭市を結ぶ。長らく休止していた特急札室線を、道王自動車道、白追 IC 開通を機に高速室蘭号として再編。スーパーハイデッカーやビデオ上映、音響マルチステレオなど、豪華、備えの車両を、 次々と投入、ドイツネオプラン製のバスを投入して対抗した、道南バスとしのぎを削った。これを受けて国鉄は、往復で、特急、急行の自由席を利用できる割引乗車券、エスキップを設定して対抗した。エスキップ、往復タイプ4600円を利用すると、普通列車利用時、往復運賃4840円よりも安くなる、逆転現象が生じている。 9、月下営業所路線。1993年、平成5年4月21日より、道南バスと2社共同運行のオーシャンドリームを運行していたが、2003年、平成15年4月21日より、北斗交通が運行するオーロラ号と東号3社共同運行の高速函館号となった。1989年、 平成元年8月11日より繁忙期の臨時規制バスとして各社1往復ずつを担当する5往復で運行を開始。1990年平成2年3月9日よりポテトライナーとして通年運行が開始された。1995年平成7年12月1日に大谷地ターミナル1997年 平成9年9月1日に清水と目室を新設し一往復を十勝川温泉まで延長。2002年平成14年12月1日には発車をライネットによるインターネット予約開始しおげを新設。2005年平成17年4月1日より乙塚経由、乙塚大通11丁目、木野大通16丁目、木野農協前に往復を新設し、 メムロ経由は4往復とし、臨時便を廃止。2009年、平成21年12月23日から、音とけ経由を1往復増開。2011年、平成23年10月30日の、道東自動車道全通による改正で、直行便を含む3往復を、増回し計10往復。所要時間が、約20分短縮となった。直行便は往復とも、 札幌ターミナル発着で札幌行に札幌駅前校舎停留所を設定。帯広市内は十勝バス本社に停車しパークライドを設定する。十勝川温泉は目室経由の一往復が乗り入れる。帯広行は路線開設以来札幌ターミナル始発で札幌駅前ターミナル及び札幌駅前は札幌行の校舎のみ扱っていたが、 2016年、平成28年4月1日より、軽油便、直行便とも、札幌駅前ターミナルで、帯広業の乗車扱いを開始した。運行を開始するにあたり中央バスが、共同運行事業者を募ったところ、他4社が名乗りを上げた。一路線5社での運行は極めて異例であり、北海道運輸局の指導で調整が図られたが、不調に終わり、 結局5社揃って認可された経緯がある。札幌と帯広の間は200キロ強の距離であるが、帰省バス当時から夜行便が設定されていた。1991年、平成3年9月20日の国道274号、日照峠ルートへの変更に伴う改正で定期運行を廃止し、2000年、平成12年夏季まで繁忙期臨時便として運行されていた。 1987年、昭和62年8月6日に夜行便のみ、中央バス単独で運行開始。1992年、平成4年7月11日より3社、共同運行となり、中行便が設定された。特急バスとして運行され当初は、国道36号経由だったが、同自動車道の延伸により、超特急のボリ別号、後、 高速登り別号と解消された。直行便と苫小牧経由便、札幌苫小牧間は高速苫小牧号と同一、経路、苫小牧登り別温泉間国道36号経由を運行していたが、近年では、減便が急激に進み、2005年4月のダイヤ改正より苫小牧経由を廃止、札幌苫小牧間に短縮し、高速苫小牧号に統合。 2007年4月改正で全廃となったなお競合する道南バスも2006年10月1日より高速温泉号を直行便に一往復のみにしている高速戸間小前号高速のボリ別号と道南バスの高速ハスカップ号と高速温泉号の札幌駅前ターミナル戸間小前駅前間は両者の乗車券が共通で使用できたただし 上別温泉直行便は対象外だった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。